対スクラントスは0対0、浦和対東京は3対2。はい、初ヘディング J リーグさん、フリーキック教えてよ。まあでもあれいやもうバカ迷ったんですけど、上もあるし下もある、下狙おうと思って、そう最初思ったんですよ。まあでもジャンプしなかったら多分、あ、分かんないです。いや、けどどうせいいですか。ヘディングは決めたことあるよ。俺が前でジャンプしたからよ。言っといたから。インタビューで言ったよ。歯が出すぎてるから。相手はびっくりしたよ。今日なんか結構回ってないです。そうですね。やっぱね、ああやって繋げればね、やりやすいし。そう、リズムできるし、やりやすいし。コーテとかね、そう。触れるし。まさにヘディングシュートで、これ帰り雪が降るんじゃないか心配です。降ってるから降ってるからもうええって、まあ、いつものこの感じでもう取れたから大丈夫おいおい、はい、そうですね、前半なかなかこう チームがうまくいかない中で、まあ、クロスはヘッポがあったんですけど、まあ、相手の裏裏裏っていうのは取れたし、ゴールしたシーンも本当はダイレクトで打とうかなと思ったんですけど、なんかパッと落ち着けてツータッチでいけたんで、まあ最後の最後結果数字で残せてよかったっす。どうだった今シーズン通して1年間。いや、そんな出てないですけど。やばいって、すごい超スカシなんだけど今。なんで髪っていうの、なんで髪にいるんですかそこ。確かに悪いとこ。そう、普通にする。いや、正直めっちゃ嬉しいっすよ。めっちゃ嬉しい。J1 初ゴールっすよね。そうだな。はい。素直に嬉しいですって言ったら最後一言。最後一言言っといたら。嬉しいです。いやもう良かったっすよ。いやウィングバックスか。楽しかったっす。いやもうタッチライン踏んでたからね、もうちょっとね逆サイドとか行きたかったっすよ。俺の真骨頂であるよね、暴走したかったっすけど、ね、いかんせんね、ライン張ってたらねやっぱ行けないっすね逆サイド。何回か転びたんすけど、ね、まあでもまあウィングバックはウィングバックなりのあるんで、まあ良かったんじゃないですか。1年間勝てはしなかったっすけど。どうですか、2位で終えられた。いやもう満足ですよもう、はい。まあね、粘り強く、はい、最後ちょっと苦しいんだけど、はい、うん、まあ、これを生かしていけばいいと思いますし、まあ、またもう一個強いチームになれればいいんじゃないですかね。あとね、ACL のプレーオフが待ってますんで、ね、そこがね、大きいです ね、やっぱ2位になってしっかり勝ち取ったんで、アジア戦いたい。そうです、アジア戦いたいですけど、もう休みたいです。まだゆっくり休んでください。もう山梨からです。わかりました。すみません。